ジョルジュ・ギュルビッチは、ロシア生まれのフランスの社会学者。現象学の立場から、当時のフランス社会学をリードした。1894年、ロシアのノボロシースクに生まれる。ペトログラード大学の助教授となるが、1920年代に、フランスに亡命。第二次大戦後、パリ大学の教授として長く活躍した。1965年、パリにて没。 社会的リアリティを深さの相違において考察する深さの社会学を打ち立てるとともにこれに多元的な集団形態論を組み合わせて社会学の現象学的体系化を行ったギュルビッチの社会学は社会的リアリティの生態よりも動態を捉えるべく制度的なものよりも非制度的で沸騰的なものを重視するという動的な見方を特徴とするギュルビッチは 彼が全体的社会現象と呼ぶものを最も表層に位置する形態学的特性から最も深層に位置する集合的精神状態まで十の深さの相違に区分し、それらの相違が一時的、過渡的に均衡した一局面が社会構造であるとした。ありがとうございます。